スタートアップドリームみたいな事例っていうのは、うんうん、どうですか、宮田さんの肌感覚でいいんですけど、はい、結構さ、あるものなんですか？めちゃくちゃありますね。あるんです、はい、向こうでは数年働いてだけで大金持ちになるみたいなのが起こるんですよね、はい、スタートアップが大きくするのを、阻害していた法律っていうのがこの2年間でですね、大きく変わって始めています。まあ、一番大きいのがこのさっきご紹介した保管委託要件の関係で、二次上場でもストック保証をこうして売却できるようになったっていうのは結構大きいかなと。 N ストック社でも、セカンダリーマーケットの事業に参入しようと思ってます、はい、我々のようなスタートアップでも、まあ、要は証券取引所みたいなものを作るようなち近しいんですよね。ははははズバリ、はい、日本のスタートアップっていうのはこれから大きくなると思われますか？はい、これから5年後10年後のスタートアップで、ね、まさにユニコーンメカコーンがたくさん生まれていく状態になるなと思ってまして、巨大な産業入っていく、それをさらにより良くしていく会社さんたちがもっとこの日本を良くしてくれているっていう感覚がすごくあります。皆さんこんにちは、ピボットの国山ハセンです。注目のゲストをお呼びしてキャリア、事業内容、ビジョンを深掘りする&トークスタートです。さあ本日はルールが変わる、時代が変わる、スタートアップに訪れるビッグウェーブをテーマに N ストックの提供でお送りします。政府によるスタートアップ育成5カ年計画、今まさに過去類を見ないほどの大きな法改正が行われています。2022年11月に策定された本計画では、起業家支援や資金調達支援だけではなく、規制緩和や法制度整備なども行われています。まさに今、日本のスタートアップが強く生まれ変わる未来が近づいています。そんなルールチェンジをする日本のスタートアップの可能性と今後の展望を掘り下げていきます。では本日のゲストをご紹介いたします。 N ストック株式会社宮田昌司さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。宮田さんは2013年に現スマート HR を創業されまして、はい、ユニコーン企業の仲間入りも果たされたかと思います。で2022年ですね、うん、スマート HR の代表取締役 CEO は退任されて、以降は取締役ファウンダーとして新規事業担当されているかと思いますけども、はい、まあ、その同年1月に N ストック株式会社を設立されたということで、 N ストックはスマート HR の 100% 子会社であるということですよね。はい、最近までそうだったんですけど、はい、実は最近資金調達を実施しましてですね、はい、外部のベンチャーキャピタルさんから30億円ほど、集めております。で私自身もですね、少しなんて実社株買いというか自分も投資出資させていただきまして、これまでは 100% 子会社だったんですけども、まあ、少し独立性を持って外部のベンチャーキャピタルさんの出資を受けながら、はあ、もうちょっと規律よくかつ事業を大きくしていこうみたいな形でやらせていただいてます。はい、ピボットの出演は2回目ということで、はい、1回目の時はストックオプションの光と影っていうところもフォーカスされてたかと思うんですけど、今日はですね3つのパートに分けてお話を伺えればと思っております。一つがスタートアップエコシステムの課題ですね、はい、うん、私もこのピボットというスタートアップに身を置くものとして非常に気になるので、この課題、そしてどうすれば大きくなっていけるのかっていうところも含めてですね詳しく伺いたいと思っております。そしてもう一つが国の後押しによるビッグウェーブ、これもスタートアップ5カ年計画というのを政府後押ししてますので、この大きな波というところをですね解説いただきたいなと、はい、そしてまあこれからのスタートアップ業界というところで、まあ未来展望というところも伺いたいなと思います。はい、じゃあ早速一つ目のキーワード、このスタートアップエコシステムの課題ということなんですが、まあ、N ストックさんといえばその今ちょっと私も申し上げましたけど、そのストックオプションの会社っていうイメージもですね、あるはあるんですけども、はい、その実際にどんな事業を展開されているのか、うんうん、はい、ここから伺ってよろしいですか？はい、わかりました。今3つの事業を進めています。で先行しているのが、株式報酬サービス事業、まあ、いわゆるストックオプションだったり、現金ではない報酬、株式報酬を、扱いやすくしたり発行しやすくしたり、あとは社員の方にその価値が伝わりやすくするようなサービスを、企業向けに提供しています。はい、でこちらは昨年の10月に、有料化しました。今のところ順調に成長しています。今年の2024年の上半期ですと月利 30% ずつぐらい売上伸びてまして、SaaS の初期の成長率としてはかなりいいかなと思ってます。でスマート HR の初期としても、伸びとしては N ストックの方がちょっといいかなぐらいな形で、まあ、順調に、伸びているところです。はい、で2つ目の事業、セカンダリー事業、何かと言いますと未上場スタートアップの株式を株とかストックオプションを持っている方同士でこう
売買すること、うん、まあ、要は会社が新しく発行するのではなくて、すでに発行された株とかストックオプションを売買すること、セカンダリー取引って呼んだりするんですけど、はい、日本ってですね、これまで未上場の株とかストックオプションの、セカンダリー取引があまりこう大々的に行われるってことがなかったんですよね。うんうんうん、一方、アメリカだとですね、当たり前に行われていて、これが向こうのスタートアップを大きくしている一つの要因だとも思っています。はあはあ、で、日本でもこれが法改正があったりですとか、規制緩和があったりして、事業としてできやすくなったので、この準備を今 N ストック社では進めているのが、この2つ目のセカンダリー事業です。そうなんですね。これ後ほどまた詳しく伺いたいんですけど、はい、セカンダリー事業というのは私全然知らなかったです。はい、こういうその仕組み、うん、まあ、業界というんですかね、はい、あるんですね。あります。まあ、ストックオプションとかって社員の方がもらって、日本の場合だとおそらく IPO してから初めてその行使して株に変えて売却して IPO 後に初めて現金になるっていうイメージが強いんですけども、アメリカの有名スタートアップで働いている方とかだと未上場のタイミングで換金するタイミングがあるんですよね。退職される時もそうですし、はい、あとは会社側がこの金額でセカンドやれるからどうですかっていうふうになるんで、未上場でも流動性が起きるんですよね。はい、で日本のスタートアップだと10年働いても換金できないみたいなことが起こり得るんですが、うん、向こうでは数年働いてだけで大金持ちになるみたいなのが起こるんですよね。はい、でこれはですね、スタートアップ業界で成功した会社さんで、まあ、お金持ちになった創業者だったり社員の方にですね、次世代のスタートアップにその資産をさらに投資してもらうような仕組みを作りたいなと思ってるんですよね。はい、これまさしくその現在から将来とつながってますけど、はい、右にあるようにそのスタートアップエコシステムの進化ですね。はい、これだからいかにしてそのスタートアップのエコシステムをより大きくできるか、はい、まあ、そこに注目されているという、はい、そうですね。はい、私自身がそのスマート HR という会社を創業した時には友人と2名で創業したんですよね。なんですけども、その当時私たちは何も持ってなくて、うん、自分たちの実力でどこまでやるかやってみようって言って起業したんですけども、やっぱり最初は全然うまくいかなかったんですよ。なんですが、このスタートアップエコシステムの存在を知って、まあ、いろんな人にメンターみたいなことをやってもらったりですとか、ベンチャーキャピタルの方から資金調達をいただいたり、まあ、そういう投資家と巡り合うようなイベントがあったり、うん、まあ、このエコシステムの恩恵を受けて大きくなったんですよね。で、なんですけども、まあ、そのスマート HR 社が大きくなっていく過程で、あ、これこのままだと良くないよねと。大きくなるスタートアップが生まれにくい構造になってるし、もっと変えることで日本からスタートアップが数多く生まれたりですとか、はい、より大きくなるスタートアップが増える仕組み、みたいなのが必要だと思いまして、エンストックの事業を始めたというきっかけがあります。確かにな。でもこのスタートアップのエコシステムっていう言葉自体私もよく耳にはするんですよ。だからなんでしょうね、こうどうしたら大きくなるのかなっていうふうには思うんですけど、その課題っていうところで言うと、何が一番こう今課題になってるんですか？はい。ですね、一個じゃないんですね。複合的な課題っていう感じなんです。はい。ちょっと図を使ってご説明したいなと思うんですけど、この左下にあるのがスタートアップだと思ってください。はい。まあ、スタートアップがこう大きくなって上の状態、うん、まあ、ユニコーンだったり、デカコーンだったり、うん、M&A、IPO のエグジットみたいなのを果たそうとしますと。で、その、あそこの会社に勤めてた、まあ、起業家だったり、従業員の方が右下、まあ、お金持ちになって、その人が次世代のスタートアップに、またお金だったり、うん、ノウハウだったりをこう渡していく。この循環が、まあ、スタートアップエコシステムの中で作れたらいいなというふうに思ってます。で、ただしですね、この障害になっている箇所が、まあ、大きく2箇所あるなと思ってまして、まず、スタートアップが大きくなりづらい構造が日本あるなと思ってます。まずはですね、ストックオプションが報酬として、日本だとあまり機能してないっていうのがあります。で、まあ、例えば、時価総額1000億円以上の未上場企業のことをユニコーン企業って言ったりしますが、これまで日本の慣習だと 10% ぐらいストックオプションを出すことがあったんですよね。まあ、これ全然少ないと思ってるんですけど、少なくても 10%、1000億の 10% だと100億円規模になるんです。うん、じゃあ100億円規模の報酬を社員の方にうまく渡せるってなったら、どんな優秀な人材でも大企業から獲得できるような気がしませんか？しますね。しますよね。はい、なんですけど、どのスタートアップに聞いてもっていうのは語弊があるんですが、多くのスタートアップですね、このストックオプション正直うまく使えていなくてですね、株式報酬っていう名前がついてるんですけど、なんか社員の方にですね、その価値を伝えたくないだったりですとか、ちゃんと説明してないですとか、社員の方もですね、もうせっかくもらってるのに、その価値をよく分かってないっていうケースすごい多いんですよね。はい、
で、これは多くの会社がこういう状態になってまして、もっともっとストックオプションを報酬として機能させないことには、優秀な人材を大企業から呼び込んだりですとか、その方たちにリテンション、もっと頑張ろうですとか、うん、そういうことができないなと思ってます。はい、そこだから一つまだ機能してないというのが課題の一つであるんですね。そうですね。はい。はい、でもう一つがですね、まあ、よく言われているスモール IPO 問題ですね。これ本当にいろんな問題が構造的にあるんですけど、そのうちの一つがですね、ストックオプション関連のものがあります。スタートアップ5カ年計画の中で法改正があって、あったんですが、以前はですね、日本の税制適格ストックオプション、今一番スタンダードなストックオプションですね。この、期限が10年間っていうのが法律的に定まってました。で、どういうことかと言いますと、まあ、会社がストックオプションを発行します。で、例えば、ハセンさんに付与しますとなった時に、10年後には有無を言わさずこのストックオプションが失効しちゃうっていう法律になってたんですよね。で、今、スタートアップの上場までの期間って、中央値で12年ぐらいあるんです。そうか。ほとんどのスタートアップだと、IPO までその失効するタイミングが来ちゃうんですよね。はい、で、もっと言いますと、初期メンバーの方とかに加わってるストックオプションって数千万円とか場合によっては数億円になってたりするので、まあ、そのストックオプションを諦めてくださいとは会社はやっぱりとても言えないんですよ。はい、なので、例えば今グロース株全面安の状態で、今 IPO するので正直得策ではないと思ってるんですけど、このタイミングでも IPO せざるを得ない会社さんがいたとしたら、もしかしたらそのうちの何社かはストックオプションの問題で、初期メンバーのストックオプションを執行させないために、今がベストなタイミングではないけど、スモールIP を選択せざるを得ないというような状況が起こったりしています。でもう一つが下の方なんですけども、まあ、成功した起業家の人たちが次世代のスタートアップに投資していく、例えばエンジェル投資というやり方があったりします。で、ちょっと古いデータなんですけど、2018年のデータだと日米でこの差がめちゃくちゃついてまして、日本のエンジェル投資が当時確か40か50億円ぐらいに対してアメリカのエンジェル投資の金額が 2.5 兆円から3兆円ぐらいということで600倍も差がついているんですよね。で、これもまた複合的な要因で、まあ、投資するスタートアップがないですとか、アメリカに比べてそのお金持ちになったら資産規模が少ないとか、そういったものもあるんですけど、何よりですね、そもそもそのスタートアップへの投資機会っていうのが多くの人に開かれてないっていうのがあります。はい、で、アメリカの方ではこの投資機会を、なんていうの、作るようなスタートアップも存在してたりしてですね、うんうんうん、で、日本ではそういった仕組みがないので、まあ、こういったところも作っていかなければいけないなというポイントになってます。そうですね、はい、まさしくでもこういった課題を解決できれば、うん、よりこうエコシステム、この輪が大きくできるっていうことですもんね。うんうん、はい、おっしゃる通りです。で、まあ、この循環をどん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 大きくすることによって、うん、スタートアップエコシステムの中でまたさらに強い渦みたいな流れをっていうのを作っていきたいなと思っております。これだから同時並行でやらないといけないですよね。はい、その一つずつもちろん解決しなければいけないんですけど、うん、はい、そうじゃないと、はい、じゃあ例えば SO の報酬を機能させましょうだけやっても、うんうん、はい、スモール IPO 問題じゃ解決できるかといったらそうじゃないと思いますし、うんうん、はい、このエンジェル投資の機会っていうのも、はい、こう同時進行で増やしていかないと、はい、まあ、起業っていう選択を取る人が増えていかないですもんね。うんうんうん、おっしゃる通りです。この循環を滑らかにしていくためには、複数の課題を同時に解いていかなければいけませんし、うんうん、もっと言いますと、これどこかの会社が N ストックとかの事業だけで解決できるものではなくてですね、法律の問題もありますし、うん、スタートアップ側の監修の問題もありますし、そういった仕組み、そういった事業をやってる会社さんがないっていうような、まあ、3つの課題があるんですよね。この3つとも同時に解いていかなければいけないっていうのがあります。うんうん、確かに。まさしくそういう意味ではこの国の支援というのが重要になるかと思うので、はい、次のテーマのその国の後押しによるビッグウェーブ、はいはい、この点を伺えればと思います。はい、そのいろんなスタートアップが大きくなる上でもこう課題があるというのは今分かったんですけども、うん、はい、その具体的にこう変化の兆し、うんうん、まあ、そういう意味ではこう希望が持てるのがこのスタートアップの育成5カ年計画、はいはい、これ私も何度も何度も聞いてますし、実際こう番組でもこの計画を発表する発信するということあるんですけど、はい、今一度ちょっと詳しく聞いてもいいですか。はい、はい、まあ、国がですね、方針として日本の経済を復活させるにはスタートアップしかないというふうな発信をしてくださっている状態です。はい、で、国がやってくださろうとしていることは、スタートアップへの投資金額、まあ、この10年で10倍になったと言われているんですけど、それをさらに10倍の10兆円に増やすというのがまず一つです。はい、で、投資金額を増やすだけじゃなくて、そもそもスタートアップの数自体も増やそうとしています。で、今数千社ぐらいスタートアップがあると言われているんですけど、まあ、それをスタートアップ10万社、そしてその中からユニコーン企業、未上場で時価総額1000億円以上の企業ですね、を100社の創出を目指しているというようなものになっています。はい、はい、
で、これ実際にその投資金額が増えるような動きもあるんですけど、まあ、それだけではなくてですね、さっき申し上げたような法律の問題、スタートアップが大きくするのを、阻害していた法律っていうのが、この2年間でですね、大きく変わり始めています。法面でも変化が起きているということですね。はいはいはい、これまで税制適格 S 層の期限がですね、10年だったものが、まず15年に伸びましたと、はい。先ほどおっしゃってた10年で行使しないといけない、はい、執行しちゃうよっていうのが15年になった。はい、伸びました。で、これは法改正後に発行された SO には限るんですけれども、まあ、これ5年伸びるだけでもおそらくいろんな選択肢を取れるスタートアップが増えるなというふうに思ってまして、まずこれもすごく嬉しいなと思ってます。で、次に、年間の行使金額の上限っていうのがありました。はい、で、これまでは1200万円だったんですね。なので、これまでの日本のスタートアップは初期フェーズに入ると、うまみが大きいと言いますか、はい、キャピタルゲインが大きかったんですけど、レイターステージ、大きくなった後に入っても、あんまりっていうのが多かったんですよね。そうですね。なので、スタートアップが大きくなった後に、うん、まあ、役員クラスの人材を会社に引き入れようとするのが、すごく難しかったんです。うんうん、で、この1200万円の上限っていうのが、最大3倍、3600万円まで一気に引き上げられることになりました。はは、これによって、スタートアップ側が、大きくなってからでも、役員クラスの有望な人材ですとか、そういう方たちを、採用しやすくなってます。あ、これ大きいですよね。はい、決してその、上場 IPO がゴールではないですもんね。その後の事業っていうのも当然こうその事業を拡大するっていう上でも重要になるんで、こう優秀人材をレーターで取るっていう意味も、うん、はい、これ大きいですよね。大きいです、はい、でおっしゃる通りで、そのスタートアップって変化がめちゃくちゃ激しくてですね、はい、初期フェーズの人材が必ず最後まで活躍できることって結構稀だなと思ってるんですよ、うん、で私自身がそのスマートエッジ社の創業者だったんですけど、私は自分で言うのもあれなんですけど、初期フェーズ人材なんですよね、はい、で会社が大きくなってくると自分の活躍の度合いがやっぱり落ちるなと思ってまして、で私に限らず社員の方でもそういうタイプの方いらっしゃいます。でそういう方だけではこの事業を永遠に牽引していくことが難しくて、レイターステージの方で会社が大きくなってから伸ばすのが得意な方っていうのは必ず必要で、その人たちにもしっかりと報酬があって、その方たちが報われるようになってないと、うんうん、の上場ゴールじゃないんですけど、はい、IPO した後も継続的に会社を大きくしていくには、まあ、そういう方たちが入ってくださるのは必要不可欠だと思ってます。はい、はい、で次がですね、保管委託要件の撤廃。もうこれもちょっとややこしいんでざっくり言いますと、はい、未上場でこれまで社員の方がもらったストックオプションを行使して株に変えるっていうのが日本だとほぼほぼ不可能に近かったんですよね。あ、そうなんですか。はい、はい、それを阻害したこの保管委託要件っていう、まあ、法律だったんですけども、これが今年2024年の4月に撤廃されました、うんうん、なのでこれ以降はですね、社員の方が S を行使して株に変えて売却するっていうのが未上場段階でもできるようになったんですよね。で、これができるようになりますと、さっき言ったスモール IPO 問題、初期の社員の方の SO が失効しちゃうから、もう強制的に IPO せざるを得ないっていうのが防げるようになります。うーん、はい、だからこれはそのやはりそのスタートアップをこれから盛り上げていこうというその政府の後押しの、はい、まあ、本当柱の一つで、じゃあ法律変えていきましょうよというところで、こういうふうに変化が出てきたということですね。そうですね。実際にこれらってそのストックスタートアップが大きくなることを阻害していた要因だったんですけど、はい、まあ、こういったものを一つ一つ外してくれて、スタートアップが大きくなりやすいような手助けを法の面で、うん、法とか税制の面でサポートしてくださってます。でちなみにハゼンさんにもお伺いしてみたかったんですけども、はい、このピボットさんに移られるときにストックオプションのお話って、はい、その採用のオファーの時とかってあったりしましたか？ありました。お、はい、ありまして、はい、そこはでも私のそのまさに転職する上での条件でも大きなその判断材料になりましたね、うんうんうん、それがあるかないか、当然ですね、その前職の時はストックオプションが何かとか、はい、まさしくさっき の従業員の感想じゃないんですけど、はい、いや今ここで入ってそれをもらって何の意味があるのかな、はいはいはい、それじゃ本当に元気になるのかって疑問があったんですけど、うんうん、そこをですね詳しくその創業者とこう説明を受けたりとか、うんうん、実際今こうピボットも会社が大きくなる上でいろいろと説明を受ける機会っていうのは従業員に対しての説明あるんですけど、うんうん、はい、そうすると理解が深まっていって、あ、そういうインセンティブがあるんだと、うんうん、じゃあエンゲージメントも上がってこの会社の、まあ、IP をその先スケールっていうことに貢献しようというモチベーションの高まるその向上につながってるなっていうのは実感がありますね。素晴らしいですね、はい、採用の時だけじゃなくてその後もちゃんと説明会があったりするんですね、はい、そうですね。ピボットさんいい会社ですね。ピボットの PR になっちゃいましたけど、でもそういう意味ではこうスタートアップにどうやってじゃあ人を呼び込むかとか、うん、まあ、日本全体がこのスタートアップのエコシステムをですね、うん、こう大きくする上でも、うん、
まさに繰り返しになりますけど、こういうことを理解しておくことが重要かなというふうには思いました、うん、はい、とても重要ですね、はい、悲しい話なんですけど、ストックオプションの価値をあまり把握してなかった方が、その会社さんは退職したら、IPO 前に退職したら執行するという条件になってたんです。ちょっとこれも変えていかなきゃいけないもの一つなんですけど、で、IPO 前に退職した方が、もう本来であれば、数億円ぐらいキャピタルゲイン得られるはずだったのに、それを知らなかったがゆえに、放棄しちゃって辞めちゃったみたいなことって、実際に見聞きすること少なくないんですよ。あるんですね。はい。なので、しっかりその条件を確認したりですとか、うん、どれくらいのものをもらってるかっていうのを確認するのが非常に大事だなと思ってます。そうですよね。はい、まあ、国もね、その、よりイノベーションを生むためにっていうことで、こういうふうに後押ししてるわけですもんね。うんうん、はい、ぶっちゃけた話、はい、ただメルカリさんとかって有名じゃないですか、はい、その、はい、有名ですね、ストックオプションで、はい、いわゆるこう、うんうん、恩恵を受けたっていうか、はい、お金持ちになりましたみたいな。はい、このなんですかね、スタートアップドリームみたいな事例っていうのは、うんうん、はい、どうですか、宮田さんの肌感覚でいいんですけど、はい、結構さ、あるものなんですか、はい、さっきだとちょっともったいないなみたいなケースも伺ったんですけど、うんうん、ドリームもあるはあるんですか、はい、めちゃくちゃありますね。あるんだ。はい。これも会社名スタートとか申し上げられないんですけど、N ストック社のオンドみたいな記事、あるんですが、それでですね、4人ぐらいの実際にストックオプションでお金持ちになった方にお話を聞く機会があったんですけど、はい、その方たちは、キャピタルゲインで、10億、数億、まあ、四捨五入すると1億、1億みたいな人たちに、実際にどんな使い方されましたかみたいな聞く機会があったんですよね、うん。はい、はい。ただまあ、お金の話なんで、まあ、日本の文化的にあんまりそれを大々的に、外にアピールってないと思うんですよ。なので、実際そういった事例を見聞きすることがないだけで、実際にはたくさん、その、スタートアップドリームといいますか、そうか、そうか。ストックオプションでお金持ちになった方、たくさんいらっしゃいますね。そこはまさしくね、今、その文化的にあんまりこうね、うん、そういう話が出てこないっていうのはあるかもしれないですけど、うん、はい、別の側面では大切なことですよね。うん、そういう、まさにドリームというか、はい、こういうふうに成功しましたっていうのは、うんうん、スタートアップの醍醐味でもあると思うんで、おっしゃる通りですね。そこをちゃんとね、こう伝えていく、正しい形で、うん、お金が全てじゃないにしても、伝えていくっていうのは重要かなというふうにも思いますね。はい、大事ですね。はい、私もちゃんと、はい、現金できるように、スケールに貢献したいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、そういう意味では、このスタートアップ育成5カ年計画で、法改正が行われて、うん、まあ、大きなそういう意味では、ルールチェンジだと思うんですけど、うん、はい、そういう意味では他にありますか、ルールチェンジ、はい、まあ、一番大きいのがこのさっき紹介した保管委託要件の関係で、未上場でもストックオプションを行使で売却できるようになったっていうのは結構大きいかなというふうに思ってます。 M&A のタイミングで社員の方のストックオプションも、まあ、一緒に買い手に買ってもらうっていう選択肢が生まれてくるんですよね。あ、そうなんだ。はい、実はこれまで、日本のスタートアップの M&A でですね、ストックオプションを社員の方に配ってたとしても、それをそのままの価値で社員の方に、なんていうんですか、キャピタルゲインを与えるってことがかなり難しかったんですよね。うん、と言いますのが、ストックオプション、ストックオプションのままって売却できないんですよ。税制適格要件みたいなのがありまして、税金的に有利な状態で売却っていうのはできないんですよね。その他にもいろいろややこしいところがあるので、実はストックオプションの契約とかって、M&A の際には社員の S を没収ですってなってるケース、少なくないんですよ。聞いたことありますね。はい。はい、で、この場合だと、創業者ですとか、まあ、初期のベンチャーキャピタルの人たちだけが大儲けをして、社員の方たちは何も報いがないっていう状態になっちゃうんですよね。うん、で、この選択をできる創業者って日本の中で実はそんなにいなくてですね、うん、やっぱり一緒に頑張って会社を大きくしてきたメンバーが何も身入りがないまま手ぶらで返すわけにはいかないっていう風になっちゃうんです。ってなるとどうしてたかっていうと、自分のその現金をですね、切り崩し社員の方に渡すような方もいらっしゃったりですとか、もうもっと言うとこれが多分一番多いと思うんですけど、そもそも M&A の選択ができないっていうのが多いかなと思ってます。申し訳ないみたいな気持ちになってしまうんですよね。そうです、そうです。はい。まあ、社員の方に約束をして、うん、場合によっては大きい会社を辞めてもらって、まあ、リスクを取って入ってきてもらったのに、まあ、数年経って事業が大きくなりましたと。で、まだまだこれから自分たちでも伸ばせそうな気がするけど、いい条件のオファーが来たらやっぱ真剣に考えるんですよね。時に、そのリスクを取ってきてくれて、一緒に頑張ってきたメンバーを手ぶらで返すようなことになるっていうのは、やっぱり普通の人はできないっていうので、うん、なかなか選べない選択だなと思ってます。はい。で、私自身ですね、スマート HR の初期にですね、とある会社さんから M&A のオファーを受けたことがあるんですよ。結構、
かなりいい条件でもらえまして、はい、でこれは検討せ、ね、しないわけにはいかないと思ってですね、じっくり検討してデューデリジェンスっていう実際にその投資実行のプロセスまで乗ったんですよね、うんうん、結局その話っていうのは受けないことになったんですけども、はい、やっぱり大きな理由の一つがこのやっぱストックオプションで、スマート HR 社のストックオプションのひな形ってなんかネットでストックオプションスタートアップひな形って検索して有名な弁護士事務所さんに載ってた契約書をそのまま使ってたんですよね、はい、さあその中の条文が M&A の時には全部没収ですってなってまして、まあ、これはちょっとできないわっていうふうになったのはかなり大きな要因だったんですよね。実体験としてあるそうですそうです、はいはい、でいうので選べなかったっていうのがあります。まあ、一方でこの M&A って日本のスタートアップエコシステムを盛り上げるためにはすごく重要な存在ですと。で日本ってですね IPO の件数は結構多いんですよね、はい、年間100件から200件ぐらいありますと。で、に対して M&A ってその10分の1ぐらいしかないと言われてるんですよね。M&A と数と IPO の数が1対9ぐらいです。でスタートアップ先進国のアメリカどうかといいますとこの真逆で9対1で M&A の方が大きいんですよね、はい、でやっぱり M&A でエグジットできるっていうのがあるので、まあ、よりその投資家の人たちもスタートアップに投資しやすくなりますし起業家の人たちも2周目のチャレンジに進みやすくなるんですよね。何よりこうみんながいろんなチャレンジをしやすくなるっていう仕組みとして日本にも M&A 必要だなと思ってまして、でこれを阻害する要因が法律の中であったんですけども、これがなくなったので今後は日本でも M&A を選べるスタートアップ増えてくるかなというふうに思ってます。そうですよね。アメリカの市場を牽引するテック企業なんかも M&A 繰り返してもう数十社、はい、だから100社以上買収して M&A することによってもうビッグテック企業になったりしますもんね。なっていってますよね、はい、で日本だとその上場した会社さんが上場後に伸び悩むみたいなことあると思うんですけど、まあ、M&A できる会社さんが少ないっていうのもこの要因の一つかなと思ってまして、なるほど、まあ、もっと企業が増えてスタートアップが増えてで M&A が法改正でしやすくなることで、スタートアップが増えてエグジットが増えるだけではなくて上場後のスタートアップが上場ゴールにならずにその後も成長していく起爆剤の一つになるかなと思っています。ここ大きなポイントですね、はいはい、そういう意味で のまさにやられていることでは、うん、そのセカンダリー事業っていうのは準備進められてるわけですか、はい、そうですね、はい、Nストック社でも、セカンダリーマーケットの事業っていうのを参入しようと思ってます、はい、まあ、先ほどの保管委託要件の撤廃で、まあ、今年の4月以降に、まあ、法律上、社員の方のストックオプションが、まあ、未上場段階で売却できるようになりましたと、うん、でこれ会社の、まあ、これからどんどんユニコーンデカコーンを目指している会社さんといった大きな経営課題だったので、まあ、そこはクリアできるようになりますと。でもう一つですね、来年の5月に規制緩和がなされる予定でして、はい、我々のようなスタートアップでも、まあ、この、まあ、要は証券取引所みたいなものを作るような近しいんですよね。でこれは金融系の業の取得が必要でして、はい、私たちも金融の一種の免許の取得に向けて、動いているような状態です。で来年の5月にはこの規制緩和が、行われて、参入しやすくなるっていうのでそのタイミングに向けて Nストック社でも、セカンダリーの、プラットフォームの開発の準備を進めている段階です。まさにスタートアップのための上場株式の取引所を作ってる、はい、はい、そうですね。ただイメージされる東証さんとかみたいな取引所とはちょっと意味合いというかその仕組みが違うのも作ろうとしてまして、はい、と言いますがやっぱ未上場スタートアップ、まあ、審査を受けてないんですね要は、はい、この段階だとその詐欺みたいな案件が入ってきちゃって、うん、で投資家の人たちが損するってことは起こってはならないと思うんですよね、まあ、より一層なんか未上場株怖いみたいなイメージがついちゃうと、うん、スタートアップ怖いみたいになっちゃって良くないなと思ってます。で私たちがやろうとしているのはまさにユニコーンデカコーンを目指しているけどコーポレートの会社の課題としてこの初期メンバーの SO の問題とかいろいろあるよねっていう会社さんに導入していただける、その会社さん専用の取引所みたいなものを作れるシステムっていうのを開発しようと思ってるんですよね、はいはい、で、まあ、例えば、私の、遭遇したスマート HR 社もまだ未上場企業ですと、なんですけど、まあ、創業して10年ぐらい経っていまして、まあ、初期メンバーの SO がまさにあと2年ぐらいで失効しちゃうんですよね、はい、でこの課題を解決するためにもスマート HR 専用の未上場段階から取引できる社内取引所みたいなのが必要だと思ってまして、で未上場段階のスタートアップってその株主をいたずらに増やしたりですとか望まない価格で取引するのは結構嫌うんです、はい、なので会社がある程度ステークホルダーですか取引の条件をコントロールできるような取引所っていうのをできないかなっていうのを、うん、まあ、仕組みも含めて検討しているような段階です。ははこれ確認なんですけど、はい、そのストックオプションを売るのはその保有している、はい、まあ、従業員、うんうん、まあ、初期メンバーだったりするわけですよね、はい、買い手っていうのは誰になるんですか、うん、はい、買い手も会社のステークホルダー例えば、はい、会社の
役員だったりですとか、はい、まあ、オーナーとかですね、はい、既存株主だったりですとか、はい、あとはその次のタイミングに入ってくるさらに大きな投資家、うんうんうん、この人たちが、まあ、あの会社が新株を発行して、やる資金調達とかに比べると条件がいい価格で買えるようにすることができると、あの初期メンバーの人たちは、まあ、堂々と売りやすいですし、うんうんうん、まあ、会社としてもすぐ売ってもらうことで、資金調達の条件をよりよく交渉できたりするんですよね、はい、こういったことがあの実はあのこれまでも ITI の株の取引で行われてきたんですけども、これがストックオプションとして対象としても起こるようになります。で、これはまだできるかどうかはまだ現段階ではわからないんですけど、ゆくゆくはですね、レイターステージ、まあ、会社が大きくなってから入った社員の方たちが初期メンバーの SO を買い取るっていうこともやっていきたいなと思ってます。で、会社が大きくなった後は実際そのレイターステージに入ってきた方々の貢献ってめちゃくちゃ大きいんですよね、はい、ただその方たちが会社が大きくなった時にインセンティブって正直今の日本の構造だとあのちょっと弱いんですよね、うん、で、そのレイターステージ、まあ、会社が大きくなってから入ってきた方たちのインセンティブを強化するためにもこういう仕組みがうまく使えるようになるなと思って、まあ、いろんなところを検証中という形です。まさしく最後のテーマのこれからのスタートアップ業界というところで伺いたいんですけど、はいはいはい、まさにですね、そういう意味では今転換期に来てるかなというふうには思うんですよね、はい、で政府もまさにこうビッグウェーブで後押ししていって、ズバリ日本のスタートアップっていうのはこれから大きくなると思われますか？はい、はい、これはですねめちゃくちゃ大きくなると思ってるんですよ、はい、で今ですね、実はあのグロース株全面安みたいな形で、まあ、スタートアップとかベンチャーって元気ないよねっていう世の中からおそらく見られてると思ってるんですけど、未上場スタートアップめちゃくちゃ元気だと思ってます、うん、で実は私スマート HR 時代の初期にですね、投資家の人たちとこの前でプレゼンピッチ大会みたいによく出てたんですよ。で当時の、有名な大会3つぐらいあったんですけど、で、はい、3つとも優勝することができたんですよね。でそこで、まあ、資金調達の機会を得られたりですとか、採用にもプラスがあったり、導入企業のお客様が優勝してた会社さんですねっていうふうに興味を持ってくださることがあったんですけど、その優勝した当時の売り上げってですね、多分月100万円ないぐらいだったんですよね。え、はい、失礼ですけど、はい、それしかなかったということですか？それしかなかったですね。ほうほう。で、まあ、スマート HR を世に公開して数ヶ月経ったタイミングぐらいで、まだまだこれからっていうタイミングだったんですけど、はい、まあ、その将来性とか、うん、まあ、あと100万円ぐらいだったんですけど、まあ、ちゃんと順調に伸びてたりですとか、お客さんの声が良かったりっていうので、うん、その受賞したんですけど、まあ、それぐらいだったんですよね。はい、で、それから10年近く、8年かな、経ちまして、最近そういったピッチイベントで審査員させていただく機会があるんですよ。で、なるとですね、そこに出てくるスタートアップの人たちって、すでに年商1億超えてる会社さんとかって当たり前になってきてまして、そうか、はい、中には3億とかですね、はい、来期10億ですみたいな会社さんも先生いらっしゃったんですよ。はい、もう出る意味あると思うけど、もう十分の10年伸びてるじゃんってなるんですけど、はい、でもそういった形で、スタートアップのレベルが年々こう上がってってると思うんです。うん、でなんか皆さんの事業もですね、すごくなんかこの、なんて言ったでしょう、手堅いように見えるんですよね、一見。うんうん、なんか、小粒な事業なのかな、手堅いなって思うんですけど、話を聞くとですね、うわ、なんかすごい、実はスケールが大きな事業で、なんか見た目以上にめちゃくちゃ大きくなる可能性を秘めてるじゃんっていう会社さんばっかりなんですよね。はい、なんで、今はその市況の問題で少し、グロース株が冷え込んでる状態ではあるんですけども、これから5年後10年後のスタートアップでまさにユニコーンデカコーンがたくさん生まれていく状態になるなと思ってまして、まあ、このスタートアップ業界からさらに大きな会社を生み出すためにそういった会社を支援する事業っていうのをどんどん作っていきたいなと思ってます。それは N ストックとしてやっていきたいっていうことですよね、はい、振り返ってみるとだから本当にこのスタートアップ業界の大きくなる過程っていうのをご覧になっていると思うんですけど、はいはい、そういう中でも進化してるなっていう、うん、もうスタートアップ業界盛り上がってきてるなっていうのは、うん、こう審査員になられて立場変わられて実感があるっていうことなんですね、はい、うん、実感がありますね、はい、当時ってなんか SNS の会社さんですとか、あと、まあ、SaaS と呼ばれるクラウドサービスが出始めぐらいだったんですよね、うんうん、本当にソフトウェアの会社が集まってるカンファレンスって感じで、まあ、来場者数とかおそらく数百名とかそれぐらいだったと思うんですよ、はい、でもどのイベントに行っても、まあ、1000名を超えてたり、うん、招待制の経営者だけのカンファレンスでも1000名を超える規模になってますし、はい、先日京都で開催された IBS さんは1万名を超える規模 で、ね、はい、なってたりですとか、私も去年行きましたけど、はい、すごかったです、盛り上がりが、ね、はいはい、もうお祭りみたいな、はい、フェスとか、うん、で出てる会社もですね、ソフトウェアの会社だけじゃなくて、まあ、いろんな巨大な産業に結びついてたり、デバイスがあったり、農業だったり漁業だったり、もともとあるような事業をテクノロジーを使ってアップデートする会社さんどんどん増えてきてますんで、まあ、そういう巨大な
産業入っていく、それをさらにより良くしていく会社さんたちがもっとこの日本を良くしてくれているっていう感覚がすごくあります。うん、まさしくそのミッションとしてもスタートアップシステムをブーストさせて、はいはい、日本から Google 級 の、はいはい、のビッグテックと、ねはい、言われるその Google 級の会社を生み出すっていうところが思いとしてあるわけですよね。はい、この30年間で日米の経済の差すごくついていて、まあ、賃金も2倍になって物価も2倍ぐらい開いてるって言われていますと。なんですがその内訳を見てみるとアメリカもその S&P495 みたいな言われ方するんですけど S&P500 の中の、まあ、特定の5社だけがめちゃくちゃ伸びてて、はい、どこが伸びてるかっていうとその Google をはじめとしたビッグテックですと。はい、で日本はこの30年間すごいスタートアップ出てきてはいるんですけど向こうと比べるとやっぱり全然という感じで、うん、1兆円超えたようなスタートアップさんもおそらく私たちがパッと出てくるとメルカリさんぐらいですと。で日本からももっとメルカリさんを超えるようなスタートアップたくさん生み出す必要があるなと思ってまして、まあ、エンジュストック自身がそうなりたいってのもあるんですけどそれ以上にそういう会社をもっと増やしていくことをやっていきたいなと思ってます。うん、そうですね。私も実際このスタートアップの業界に来てみて、うん、もっとできるなって思ってるんですよね。うんうん、もっともっと大企業とスタートアップのこの連動とか、うんうん流動性っていうのを高められるし、うんうんはい、伝えられることたくさんあるんじゃないかなと思ってるんで、ありますよね、本当に日本のスタートアップ業界盛り上げたいですね。はい、ハセンさんが大企業からスタートアップに来て、で会社が大きくなってユニコーンになって、でお金持ちになりましたっていう事例ができると、皆さんすごいおスタートアップ自分も行こうかなってなると思うんで、はい、ぜひ。日本のロールモデルになってください。そうです。そしたらエンジェル投資とまたさらに再投資をスタートアップにして、はい、ぜひ N ストックのプラットフォームを使ってそうですね、はい、ぜひお願いします。させていただければと思います。本当に貴重なお話宮田さんどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。